Hi everyone, welcome to my channel. My name is Momo. こんにちは、Momo です。今日も What I Eat in a Day ビデオを一日食べたものを全部紹介していきたいと思います。たくさんの美味しいレシピをシェアしていきます。So as usual, I will be doing a What I Eat in a Day video and I will be showing you everything I had for breakfast, lunch and dinner. I hope you find some inspiration and let's get started.Alright, so 朝はいつも通りモーニングスムージーで一日を始めました。今日はケールとセロリ両方入れたので結構野菜多めのスムージーです。あとはプラムも入れましたね。あとは他のレシピはいつもと同じやつです。他の材料はいつもと同じやつです。So I started my day with a morning smoothie. As usual, I added celery and plums today.はい、そしたら朝ごはんを食べていきます。今日の朝ごはんは私が最近、作るのにハマってるサワードーブレッドです。サワードーは自分でサワードースターターを最近、2月ぐらいからかな、育て始めたんですけど、そう、すごい楽しいですね。毎日、自分のサワードースターターにご飯をあげています。はい、そしたらトマトフムスを作っていきます。いつものフムスに、サンドライトマト、オリーブオイル漬けのサンドライトマトを入れて、あとはトマトペーストも入れました。なので、トマト風味のフムスを作っています。フムスのレシピは、クッキングトモモチャンネルのどこかにあると思うので、ぜひぜひ探してみてください。あとは、好きな野菜を乗せていくだけですね。はい。So, for breakfast today, I'm having my sourdough bread that I made by myself. I've been obsessed with baking my own bread, and yeah, sourdough is one of my favorites to make. はい、そしたらさっきのトマトのフムスを乗せて、ここにルッコラとトマトとポップコーンチックピースですね。ポップコーンチックピースはクッキングモモのレシピも載ってます。昨日のおやつで作ったんですけど、残ってたのがあったので、これを、トッピングしました。タンパク質すごい豊富だし、すごい美味しいのでおすすめです。あとカシューナッツを乗せて、最後にこの大事なガーリックパウダーも乗せていきます。今日のスポンサーさんなんですけど、このガーリックパウダー本当におすすめです。私ガーリックパウダーいろんな料理にいつも使ってるんですけど、これを試してみたら全然いつも使ってるガーリックパウダーと味が違いましたね。青森県の田子町というニンニクの聖地と言われているところで生産されているものなんですけど、本当に美味しいです。料理のトッピングとしても使えるし、あとはなんかスパイスとしても使えるので、今日はこのガーリックパウダーの使い方いろいろ他にも紹介していきますね。はい、そんな感じで朝ごはんはサワードーのサンドイッチっていうのかな、サワードーパンと野菜でした。はい、そしたら今日のおやつの準備をしていきます。今日のおやつはマフィンが食べたかったのでマフィンを作っています。ブルーベリーレモンマフィンのミックスベリー版です。はい、ブルーベリーだけが家になかったので、ミックスベリーを代わりに使って作ったんですけど、これも、米粉を使ったすごいもちもちした美味しいマフィンになっています。このレシピはグルテンフリースナックスのレシピ本に載っているので、ぜひぜひチェックしてみてください。Alright, so for lunch today, 今日のお昼ご飯は、I'm making this like potato salad, ポテトサラダを作っていきますね。はい、so I bought some potatoes andThen I'm just gonna put some spices on it. はい、ポテトを少しだけ10分ぐらいかな、茹でました。そしたらちょっと固めぐらいで取り出して、あとはスパイスと、オリーブオイルを塗っていきます。オリーブオイルとパプリカパウダーと、さっきのニンニクパウダーと、オレガノとチリパウダーですね、をミックスして、で、じゃがいも全体にこのスパイスをつけたら、これをオーブンで焼いていきます。20分ぐらいかな、か15分ぐらい焼くといいと思います。カリカリになるまで焼いてってください。カリカリにするためには、オーブンに入れるときに離してじゃがいもを置いてみてください。Alright, そしたら、この、じゃがいもの下に、敷くサラダを作っていきます。ズッキーニですね。ズッキーニヌードルス、皆さん食べたことありますかね？パスタの代わりに結構ズッキーニを使ってる人、見たことあるんですけど、私は結構ズッキーニヌードルスだけだと全然お腹いっぱいにならないので、サラダに使うことが多いです。はい、こんな感じでズッキーニをシュレットして、そしたら、パプリカとか他の野菜も切っていきます。So, I'm not making zucchini noodles because I feel like zucchini noodles never really fill me up. So, I like to use my zucchini noodles as like a salad base. So, I made some zucchini noodles and then chopped some veggies. はい、今日使うのはパプリカ、キュウリ、トマト、人参、ルッコラと、何使ったっけ？ブラックオリーブも使ったと思います。オリーブ大好きなんですよね。サラダにオリーブ入れたり、あとパスタにオリーブ入れたりするのすごいおすすめなので、皆さんもぜひやってみてください。あとは小ネギとマッシュルームも切っていきます。So I have some veggies and some black olives. I love putting olives in my salads or in my pasta.
feel like they make it taste so good. And yeah, some spring onions as well. And yeah, just chop whatever veggies you have at home. はい。人参だけ唯一あまり好きじゃないので、いつもシュレットして入れています。はい。ルコラを敷いて、その上に好きな野菜を全部乗せていってください。今日私が使った野菜はね、冷蔵庫にある野菜なんですけど、他に皆さんが家に違う野菜あったら、ぜひいろんなのを使ってみてください。大根とか入れてもすごく美味しいし、玉ねぎ入れても美味しいし、私が大好きな赤玉ねぎのピクルスとかを乗せても全然美味しいです。その日の気分で私もトッピングを決めています。Alright, and then I'm shredding the carrot because I don't like carrots. So yeah, I like to shred it every time I eat carrots. はい、そしたらディルソースを作っていきます。これはディルですね。皆さんディル好きですか？私ディルとパセリとか、ディル一番そこまで好きではないんですけど、こういうソースにするのが大好きです。はい、自分の自家製マヨネーズの上にディルを乗せて、そこにオリーブオイルと、あと少しだけレモン汁と、お酢を入れましたね。と、メープルシロップを少し入れたのかな？と、塩コショウです。はい。そしたらちょうどジャガイモが出来上がったので、ジャガイモをトッピングして、さっきのディルのマヨネーズソースを上にかけていきます。So this is a mayonnaise dill sauce that I made. And yeah, just mixed it with some olive oil and stuff. で、最後に大事なガーリックパウダーをかけていきます。本当にこれは、最後にかけてもね、すごい美味しくなるのでおすすめです。あとはひよこ豆のさっきのポップコーンですね。上にトッピングしたら、タンパク質もたっぷり取れる、すごく美味しいランチの出来上がりです。So this was my lunch today. I topped it with some crunchy chickpea popcorn to make it extra proteiny or to add some proteins. And yeah. はい。このディルソースすごく美味しいので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。市販のマヨネーズより自分で作るのをおすすめします。はい。そしたら、さっき私が焼いたマフィンですね。がもう冷めたので、これを、食べていきます。今日はですね、レシピ本の3倍くらいの量を作ったので、18個のマフィンを作りました。18個とあと小さいのが何個かできましたね。はい。マフィンは結構多めに作って、で、旦那に、仕事に持って行かせたり、あと私がどっかに行かないといけない時におやつとして持っていくことがすごく多いです。はい。持ち運びもすごく、向いているお菓子だと思います。はい。そしたら夜ご飯を作っていきます。これはもうお昼の頃に作ってたパンの生地なんですけど、これ3時間ぐらい、2時間ぐらい、寝かせたので、そう、結構早めにこのパンの生地だけは作っておきました。はい。バターとか卵とか、小麦粉を入れて、で、混ぜていきます。あとお砂糖も少し入れていますね。はい。これのレシピは下の概要欄に載せておきますね。あとはバーガーバンを自分で作っていきます。バーガーバン、自分で、まあ、買うのも全然いいと思うんですけど、自分で作ると本当にハンバーガー美味しくなるので、ぜひハンバーガーを家で作る方で、時間があったら、ぜひ自分で、このパンの部分を作ってみてください。本当に味が変わります。So for dinner today, I'm making burgers, and yeah, I've been obsessed with making my own buns. I feel like once you start making your own, you can't really go back to buying, like, store-bought buns because they don't really taste as good anymore. But yeah, it's so good. Hi, I'll leave the recipe for this bun, down in my description box. 最近パン作り、私に入ってから本当にパン作りにハマっていて、一日必ず一個何かしらパンを作るようにしています。日本のアンパンとか作るのも大好きだし、結構ドイツのパンにすごくハマっていますね。ハード系のパンにすごくハマっています。レシピ本をたくさん集めて、レシピ本を見ながら作っています。はい、そしたら、ハンバーガー用の野菜も切っていきます。ちょっとレタスがね、なかったんですよ。冷蔵庫にあると思ったらなかったので、今日はレタスなしのハンバーガーになっちゃいました。きゅうりとマッシュルームとトマトと玉ねぎを切っていきます。So, for the burger veggies, I'm chopping some cucumber, tomato, onion, and mushroom. Yeah, that's all I had. I didn't have romaine lettuce, which is so weird because usually I have that all the time, but yeah, I didn't have that. So, we're making a burger without romaine lettuce today. はい、そして旦那にメールして、サラダかポテトかどっちがいいって言ったらポテトって言われたので、ちょっとめんどくさいんですけど、ポテトを作っています。wedges のシェイプに切って、あとはこれをオリーブオイルにつけて、で、少しだけガーリックパウダーを足して、これをオーブンで焼いていきましたね。はい、自分でポテト作るのもすごく
楽しいので、ぜひ皆さんも作ってみてください。たまに私はハーブとかを入れたりしてますね。ディルとかを切ったやつを入れるとさらに美味しくなるし、ポテトとローズマリーの相性もすごいので、ぜひぜひ作ってみてください。はい、そしたらバーガーパンが、いい感じになったので、これに卵を少しだけ塗って、で、これをオーブンに入れてる間、中のパティを作っていきます。このパティは、クッキングモーモーのビーンバーガーですね、と同じレシピです。玉ねぎは炒めないで、そのまま生のまま入れちゃったんですけど、それ以外はレシピと同じです。はい、そしたら出来上がりましたパン。こんな感じで中がすごいふわふわになりますね。出来たてを食べるとすごく美味しいので、はい。皆さんも出来たてハンバーガーパンとハンバーガーを作ってみてください。マスタードと、あと、ケチャップを塗ってますね。はい、ケチャップも手作りです。手作りケチャップの作り方もクッキングモーモーのレシピ本に入っているので、ぜひぜひ自分で、ソースをね、自分で手作りするとすごいなんか健康になるので、ケチャップって意外といろんなものが入っているので、そう、自分でもっと健康な食生活をしたいなという方は自分でソースとかを作ってみてください。はい、そしたらトマトとマッシュルームと、あと、玉ねぎを乗せて、で、出来上がりですね。はい。今日の夜ご飯はハンバーガーでした。ハンバーガー旦那が大好きなのでよく作っています。ポテトを乗せて、ポテトの上に最後にガーリックパウダーも乗せています。ガーリックパウダーに興味ある方は Amazon のリンク下に貼っておくので、10% オフになるコードも貼っておくので、ぜひぜひ皆さんも試してみてください。本当にパスタに乗せてもすごい美味しいし、あとは私はポップコーンにかけるのにすごいハマっています。ぜひぜひ皆さんも試してみてください。Alright, that is it for me today. I hope you enjoyed this video and I will see you in my next episode. Bye guys!